皆さんこんにちは、タリノチャンネル、タリノです。はい、ということでね、今回もキャンプに使えるキャンプ道具の方紹介していきたいと思います。こちらですね、キャプテンスタックファイヤーメイトになります。こちらね、何かというと、まあ固形燃料で、ね、ここに書いてるんですけども、まあちょっと大きめの固形燃料っていうものになりますね。内容量としては 250g 入っておりまして、まあ用途としてはね、まあキャンプはもちろんそうなんですけども、アウトドアであったり、まあ釣りとかね、あとはまあ手軽に簡単にクッキングができるよというところで、書いております。で、この燃焼時間自体はね、1時間持つということで、これ1個あるだけで1時間の、まあ、バーナーの代わりになるというところがいいです。後で見ていくんですけど、この中の方にね、蓋がありまして、それによって燃焼時間を、まあ、強火とかね、弱火とかも変えることができます。そして五徳もついてますんでね、まあ、これ1個で、まあ、簡単に言えば大きめのアルクストのような、使い方ができるということで、非常に便利です。缶に入ってましてね、防災用品としても持っとくといいですね。それではね、ちょっと細かく見ていきたいと思います。この一番上のね、この蓋になってるところなんですけども、これがまあ五徳剣風棒になってまして、まあこういう風に爪をね折ることで、まあ五徳になると。で、こちらが中蓋になりますね。これをはめることで火力の調節ができると。で、これ、まあ、缶ですね。ちょっとまだ開けてない状態なので、この缶が、付けてあります。で、中はね、こういうふうに、まあ、ピンク色の、まあ、固形燃料ですね、が、しっかり、敷き詰められております。で、ライター等でね、こう上から付けるだけで着火ができるということで、まあ、着火自体も非常に簡単ですね。で、こちらですね、中蓋の方を被せることで、中火に変えることができて、まあ、かつこれでね、やってると2時間も持つと。お湯を沸かすだけじゃなくて、料理とかでも使えそうですね。で、このまあ、この小さいんですけどね、この五徳もついてますんで、まあ、この上にまあ、やかんであったりとか、まあ、小さめのクッカーとか乗せてね、使えます。で、最後ね、使い終わるときはまあ、蓋をして、消火ができると。まあ、このままね、ちょっとまっすぐ蓋をしてしまうと、やっぱ熱でね、蓋が飛んでしまったりすることもあるんでね、ちょっとまあ、こう裏向きに被せて消火ができます。固形燃料といったらね、100均とかで売ってる、まあこういった小さい固形燃料ですね、があるんですけども、まあこの固形燃料ですと、やっぱりね、10分程度しか燃焼しないんでね、やっぱりファイアメイトの方がね、1時間持つということで、まあ長時間使う分にはいいです。あとこちらアルストですね。こちらはまあアルコールを入れてライターで着火するだけでいけるんですけども、まあ固形燃料と一緒でちょっと短いですね。あとはこういったバーナーですね。こういったバーナーですと、まあ長時間の使用も可能ですし、まあ火力の方もね、調整できますんで、様々な料理に対応できるんでいいですね。そしてこれですとね、大きめの五徳もついてますんで、まあ大きめのまあフライパンとかそんなんでも使えるんで、そこもいいところです。ただまあちょっと場所がね、やっぱりどうしても取るっていうことで、このまあファイアメイトのコンパクトさっていうところはメリットになりますね。という感じでね、固形燃料からバーナーまで見てきましたけど、そのキャンプスタイルに合わせてね、本当に軽量でお湯沸かすだけでいいというならば、ちょっと固形燃料とかアルストで十分だと思うんですけども、やっぱ本格的にね、料理をしたりするっていうんであれば、やっぱバーナーが必要ということで、そのどちらの利点も兼ね備えたこのファイアメイトを新たな選択肢として持っとくのもいいんじゃないでしょうか。そんなファイアメイトなんですけど、やはりこの五徳の部分ですね、がちょっとやっぱりあまりに小さいんで、まあ使用の用途が限られるんじゃないかっていうことで、何か使えるものがないかっていうことで、こちらですね、以前私の動画でも紹介させてもらいました小型のキャンプストーブですね、これがちょうど大きさ的に合うんじゃないかなということで、ちょっと試してみたいと思います。これがね、ちょうど入れば五徳剣風棒として非常に使えるんじゃないかっていうことで、いいですね。ぴったり入りましたね。これですと、スタッキングもできてね、コンパクトに使えるんじゃないでしょうか。ちょっとこの上の部分も、つけていきたいと思います。これですと、かなりね、強風でも防げそうな感じなんで、まあ、外でね、やっぱ風がある時でも、十分使えそうですね。こんな感じでぴったり入っております。で、まあ、これを使ってね、お湯を沸かしたりとか、まあ、このままね、焚き火の代わりにも使えそうですし、炭とか薪とかと違ってね、後片付けが楽なのもいいかもしれないですね。
そしてこの100均で売っているこの網ですね、をかぶせて、まあこういう風に七輪としても使えるんじゃないでしょうか。まあこれですとね、本当に横からの風も防げて、まああとは火力ですね、火力がどれぐらい出るか見ていきたいと思います。はい、ちょっと外に出てきました。じゃあ早速ね、こちらまあさっきのね、キャンプストーブの方を使用して燃焼実験の方をしていきたいと思います。まあライター1本でこう簡単に着火もできました。火力もね、見た感じちょっと分かりにくいんですけどね、しっかり燃焼してます。で今回ね、このメスティン使ってね、まあお湯がどれぐらい沸くかっていうのをちょっと測っていきたいと思います。あとまあせっかくなんで、これそら豆なんですけどね、そら豆の方ちょっと茹でていきたいと思います。思ってた以上に火力が高いですね。でお湯の方もね、まあ、ほんと5分ほどで沸くんで、まあ十分じゃないでしょうか。これ中蓋使ってないんで強火になるんですけどね、わかるでしょうかね、横から結構炎が出てて、これは使えそうですね。ほんと5分程度でね、こういう風に美味しくそら豆の方も茹で上がりました。でこちらはね、ちょっとコーヒー飲もうと思ってキャンティーンの方でお湯沸かしてます。700ミリぐらい入ってるんですけどね、まあ6分ほどでお湯沸きましたね。で今回ね、簡単にはなるんですけど、インスタントコーヒーの方ね、ちょっと飲みたいと思います。先ほどのね、ファイアメイトの方で、沸かしたキャンティーンの方でお湯を注いでいきたいと思います。お湯を沸かすだけならね、本当にアルストとかで十分なんですけど、やはり連続してね、料理をしたりとかで最終的にお湯沸かしたりとかする分にはいいですね。でこれ20分ぐらいですかね、燃焼したままにしてる状態で、ちょっと上のローの方がね、固まってますが、ちょっと消化していきたいと思います。消化の方も簡単で、まあ、先ほども言ったようにこの蓋をね、ちょっとかぶせてあげるだけで、まあ、ほっといたら消えますんで、片付けも本当に楽ですね。でしばらくこれ放置してた分ですけども、消えてますね。で上の方がね、やっぱりこう固まってますんで、また次回使用する際はね、ちょっとこの上の部分だけ剥がして、またライター等でつけて使えば、まあ何度でも使えるというところですね。最後なくなるところまで使えます。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。こちらファイアメイトね、ほんとこれ一つでこういったごとくもついてたり、火力調節もできますし、でまた消火の際もね、簡単に蓋をこうかぶせるだけで、消えるということで、非常に便利じゃないでしょうか。またね、スタッキングの方も、まあ、こういったごとくがあれば、風の方も防げて、まあ、外でも十分火力出せますんで、まあ、こういったアルストやバーナーのいいところも取ってます。燃料の方もね、もともと入ってますんで、別に持つ必要もなくコンパクトに持ち運べますね。あとね、こちらお値段の方も安くてね、4月現在なんですけども554円で買えるということで、お財布にも優しいキャンプ道具となっております。またね、今回はまあ一つだけなんですけど、まあこれがね2個3個あると、それだけでもうバーナーの数が増えるっていうことで、簡単に同時に料理ができますね。はい、こちらのファイアメイト、概要欄の方にリンクの方貼っておきますので、気になった方はご覧ください。それでは今回はこれにて失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。